はい、皆さん、こんばんは、平均ゲーマーです。ということで、2021年ももう終わりましたね。今は1月の2日、2022年ということで、まあ、あっという間に終わってしまったんですよね。もう振り返っても、正直、あんまり思い出がないのかな。コロナの思い出、家から仕事した思い出、ワクチンを打った思い出ぐらいが鮮明に思い出されますけどなんかあっという間でしたね。もうなんだろう、コロナが始まったのは多分2021年よりも前だったと思うんですよね。もう家からメインで仕事するようになって1年以上経っていると思うんで、なんか本当に時間がね過ぎるのがまあ早くなってるんですけど、それと同時にこうちゃんと把握できてないっていうか、なんか空白の1年半になってるような気がしますけども、まあ今年もちょっと振り返りながらいろいろ話していきたいと思いますけど、そうですね、ゲーム業界としては今年というか2021年はまああんまりいい年じゃなかったのかなっていう感じがしますけどね。この前のゲームアワードとか放送されてましたけど、まあそこ見てもその今回対象に上がっていたゲームとかあんまりなんだろうな、良くなかったって言ったらあれですけど、なんかあんまり納得のいく感じのゲームたちじゃなかったのかなっていう気はしましたけどね。まあゲームアワードっていうのはまあ年に1回年末に放送されてる、まあ、YouTube とか Twitch とかそういうオンラインメディアを通して放送されてる、まあ、番組 で今年1年そのあったゲームの、まあなんか賞をあげたりするやつですよ。まあ、映画で言うとアカデミー賞みたいな感じの、まあ、ゲーム版があるんですけど、で今回ね、まあ、ゲームオブザイヤー一番良かったゲームの対象として上がってたのが、まあ、デスループっていうゲームと It Takes Two、メトロイド、ドレッド、サイコナッツ2、ラチェット&クランク、パラレルトラブルとバイオハザードビレッジが対象に上がってて、で It Takes Two っていうのが今回対象を取ったんですよね。まあ、このゲームフレンドと一緒にプレイしててまだ終わらせてないんですけど、まあ確かに面白かったんですけどね。でもなんかパッとしないですよね。正直この中でやったゲームってバイオハザードビレッジとメトロイドドレッドだけでしたけど、なんかなんかまあ、あり合わせみたいな感じがすげえするんですけどまあそんな感じですね。あとなんかベストインディーとかもありましたけどね。12メネッツ、デスズドア、キーナ、ブリッジオブスピリッツ、インスクリプション、ループヒーロー。この中で知ってるのは12メネッツとキーナぐらいかな。まあベストインディーズはキーナが勝ったね。キーナどっちだろう、勝ったんですよね。大したゲームのアピールもそんななかったんだよな。まあでブリザードとか、あとなんだっけ、コールオブデューティーとか作ってたとこ、あそこが今ものすごい問題になってますよね。セクハラ問題とかなんか差別問題みたいなのやってて、まあこれ結構引きずってますけど長い間、そういうので良くないで、 UBI ソフトもなんか訴えられてますよね今ね。仕事環境が良くないとか、ゲームデベロッパーの扱いが良くないからつってみんな辞めたりとか、まあそんなこんなであんまりなんかよろしくないっていうか、まあゲーム業界的には2021年はいいとは言える年ではなかったのかな。まあそんな中ですね、2022年は結構なんだろうな、いいゲームがいっぱい出るし、まあ日本の特に会社が、まあ、頑張ってる感じがしますよね。例えばですけど、まあこれでもね、トライアングルストラテジーっていうオクトパストラベラー作ったとこが確か出すゲームだと思うんですけど、これ出たりとか、星のカービィディスカバリー、任天堂スイッチですね。ベヨネッタ3も出るでしょ、これもいいし、あとなんだろうな、
ファイナルファンタジーオリジン、まあ、これはちょっとあんまり期待してないけど、まあこれ出るでしょ。ホグワーツレガシー、これも出るのかな。なんかあれだわ、ハリーポッターのやつ。ホライズン、フォービデンウェストも出るでしょ。ゴッドオブワー、ラグナロク、これも確か出るし、あとなんだ、ダイングライト2も出ますよね。で、あとなんだろう、ゴーストワイヤー東京も出る予定で、ストーカー2、フォースポークンもこれ出ますね。スプラトゥーン3、スターフィールドも一応今年の年末、2022年年末を予定してて、ブレスオブザワイルドも一応2022年で、エルダリングも出るでしょ。まあ結構対策ですよね。まあ多分エルダリングかブレスオブザワイルドの続編、ここの2つがきっとゲームアワードではまあやり合うんじゃないかなって感じですけどね。まあスターフィールド、これはあのスカイリムを作った会社が出すオープンワールドの宇宙を舞台にしたゲームですけど、まあ、ここら辺もちょっと気になるところではありますね。まあワクワクしますよ。自分はあのエルダリングズは全然デモとかやってないんで、もう一応やりますけど、これもね発売されたらちょっと何も知らない状態でやるんで、すごい楽しみですけどね。まあそんな感じですかね、ゲーム業界は。まあそれにしてもセクハラ問題だとか差別問題というのはね、どうにかしていいゲームをまあね、アメリカの会社に出してほしいですけど、なんでそうなるかなと思うんだよな。結構日本だと、まあ、そのニュースが報道されてるかわかんないんですけど、まあ多分アメリカに住んでるものからのなんか感覚、印象と日本に住んでてそういうニュースを聞く時の感覚って違うと思うんですよね。まあましてそのなんかアメリカってすごいやばい国だみたいなイメージが結構あると思うんですよ。自分もそうだったんで、アメリカに来て住むまで映画の、ね、中ですごい治安が悪くてみんな拳銃持ってて危ない、ちょっと怒らせたら撃たれちゃうんじゃないのみたいなイメージ持ってたりとか、特にそのアメリカの会社でセクハラがうんちゃらみたいなのを聞くと、わ、全部の会社でそうなんじゃないのって思いがちだと思うんですけど、そんなことねないんですけどね。なんかね、アメリカに住んでる自分からするともう全部なんか身近に起きたことないから、そんなのって感じなんですけどね。身近で人がなんか学校が襲われたっていうのもあんまりないし、あんまりっていうか全くないし、会社でセクハラ問題がみたいなのもあんま聞いたことないんで、だからアメリカにね来ようと思ってる人がいらっしゃるんだったら全然大丈夫だと思いますし、住んでるところも関係あると思いますけどね。いっぱいいろんな人が出入りしてるニューヨークとかカリフォルニアは危ないのかもしれないですけど、ちょっと外れたオハイオとかケンタッキーとかではあんま聞いたことないな。この前ケンタッキーですごい竜巻があって、なんか街が一個潰れたみたいなニュースはありましたけどね。まあ2022年も期待しながら楽しいゲームをいっぱいやっていきたいと思っております。じゃあゲームに関してはそれぐらいで、あとはまあ日常の話でいくと、まあ直近でいくとうちのまあ注射の話ですよね。まあ、2発コロナのワクチン打ってて、それあのね、なんか日本だとちょっと分かんないんですけど、アメリカだとやっぱりそういうのも全部自主的に調べていかなきゃいけないんですよね。なんかテレビ、日本のテレビって正直まあ地域によってもちろん放送してる内容違うんだろうけど、なんか情報が全部統一されてるような気がするんですよ。あ、そのテレビ見とけば、なんだろう、あ、もう注射打っていいんだとか、あ、今こんな状況なんだみたいな、なんていうのかな、日本に住んでる人たちみんなが同じ情報を共有できてるような気がするんですよね。だけどアメリカに住んでると、なんかその各州によって方針とかやり方が違うから、なんか情報が共有されてないような気がするんですよ。例えばね、あっちのなんかカリフォルニア州ではこういうことが起きてます、だけどオハイオ州ではなんかちょっと違うんですみたいな、
感じのことが起きてるような気がするんですよね。だからテレビ見てても、あ、もう今3番目のブースターワクチン受けに行ってもいいんだとか、あんま情報入ってこないんですよ。だから自分でその、なんていうの、なんかインターネット行って、そのね、自分が駆けつけの病院のなんかウェブサイト行って、自分のアカウントに入って、自分が注射打っていい立場なのかどうなのかとか、そういうのを自分で見て、あ、注射受けていいんだみたいな、そんな感じで自分はブースターショットを受けていいって今回分かったんですよね。それで、まあ、登録のそのプロセスをオンラインでやって、その時もなんかいろいろ聞かれて、どういうその仕事してるんだとか、国外に出なきゃいけないのかとか、もう完璧に自己責任なんですよね。なんか手紙が来たとかもないし、別に週からそれでまあ予約入れて、でやっぱりそのみんなが受けれる、自分が受けた時はみんなが受けれる状態じゃなくて、なんか特殊な仕事してたりとか、まあ、あの家で仕事できないような人たち、自分は定期的にあのオフィスに行かなきゃいけなかったんで、ランダムでいろんな人にちょっと会う必要があったんで、まあ、注射しようと思って で登録して、で実際その病院に行ったら、やっぱそんな人いなかったんですよね。信じられないんですけどね。なんかよく聞く話だと、本当はワクチンって2回打たなきゃいけないんですよね。だけど1回目だけ打って、もう大半の人が来なくなったとか、なんかね、多いんですよね。だからそのブースターショットとかも2回もちろん受けてることが前提なんで、もうほぼいなかったですね、病院にね。もう行ってすぐ受け、ね、注射打ってもらってって感じでしたけど、まあ副作用としてはね、そんなにひどくなかったですね。最初受けた時が多分一番ひどくて、2回目も結構ひどくて、でも3回目はね、そんな思ったほどじゃなかった。まあ1日2日ちょっとなんか腕がだるくて少しだけ気分悪くなったけど、まあ大丈夫でしたね。でも未だにそのなんだ、周りとか見るとやっぱり注射ほんとみんなしてんのかなっていう感じしますよね。私は受けないんだっていう人もちらほら一応知り合いにもいますしね。特にマスクしないでいる人とかやっぱいますよ、普通に歩いてると。びっくりするけどね、マスクつけりゃいいじゃんって思うんだけど、つけないし。でこの前なんて知り合いの家族の人がいて、でその人はマスク反対派だったんだよね、一番最初から。つけてんの一回も見たことなかったんだけど、ついにそのコロナになって、その人もで、そっからマスクずっとつけるようになりましたねだからそのコロナがあんの信じてないのか何なのかよくわかんないんだけど、なんかやってないやつ多いんだよね。まあそんな感じです。まあうちの家族ももう子供も一応受けていいことになったんで、ブースターショッツはなんか12歳未満の子は受けれるかちょっとわかんないんですけど、一応みんな受けてますね、うちも。まあ受けてるプロセスをしてます。子供も3人うち子供いるんですけど、1人はもう2回とも受けて終わりましたね。あともう2人ちょっと受けなきゃいけないですけどね。まあそんな感じですね。でも収まってきてんのかな。前ほどコロナあんま言わなくなってきてますけどね。今新しいコロナ株が流行ってますけど、アフリカからなんか発症したやつで、でニュース見てたら、まああんまりなんか症状も悪くならないし、すごい勢いで広がるんだけど、なんか収束するのも早くてみたいなニュース見たんで、まあ2022年はもう収まってもらって、ちょっと元に戻ってもらわないといろいろ困るんでね。もう物価もすっげえ上がりましたよ。食べ物とか特に、だいたい元々のコロナ前の値段プラスアルファどうだろうな、全部40円から50円ぐらい値段上がってるかな。例えばまあ卵とかも結構値段上がったけど、元々1ダース12個入ってて230円とかだったのかな、まあ定価でですよ。でそれに50円ぐらいは上乗せになったから280円とか、なりましたね。まあ一人暮らしだったら
そんな負担ないのかもしれないけど、家族いるとちょっと食べ物の値段が上がるって結構きついんで、正直そのコロナが収束したら食べ物の値段も ね元に戻るのかとか、そこら辺が最近気になってますけど、一回上がったもの、値段が上がったものってなかなか値段下がんないから、そこら辺気になりますよね。うん、バイデンの支持もどんどん下がってますし、まあちょっと本当2022年はどうにかしてくれないと困りますね。でもそんな中ね、ゲームの値段もね全然値上がってないですね。そのまんまなんですけど、大丈夫なのかなっていうのは気になりますけどね。そこら辺でしょう。あと最近あったのは、うちの車が壊れましたね。トランスミッションが壊れたって、まあ結論から言うと言われたんですけど、もうこのね、アメリカのね、まあ日本のそういうなんていうの、メーカーとか車直すところがどんな感じなのかって僕一切わかんないんで、逆に教えてほしいんですけどね、興味あるんでね。今回そのうちの車って2014年に買ったホンダオデッセイ乗ってたんですよ。で特に問題なく使ってたんですけど、2021年に入ってからなんか車がね急に動かなくなるんですよ。乗ってるとなんていうのかな、そのガソリンっていうかエンジンは切れないんですけど、例えば高速道路とか走ってるじゃないですか。そうするといきなりなんかガスペダル踏んでも反応しなくなるんですよ、車が。もうなんかスカッてなんか抜けてるような感じがするんだよね。でわーと思ってて、でなんかインターネットの、まあ、その症状が起きてお店持っていく前にちょっとインターネットを調べたら、なんか2014年のそのオデッセイにもよくありがちな問題だみたいな書いてあって、それでなんかモデルチェンジがあった年だったんですよね。だタイミング悪かったんですけど、なんか車ってモデルチェンジあった時にすぐ買わない方がいいってよく言うじゃないですか。だから何、モデルチェンジする直前の車とかってもう2年3年ずっと作り続けてるから、まあいろいろ改良も入って壊れにくいみたいなのよく言われてるんですけど、ちょうどモデルチェンジの時に買っちゃったんですよね。でインターネットにもよくある問題だとか書いてあったから、まあなんかそんな大きな問題じゃないだろうと思って、まあ、ディーラー持ってったんですわ車。そしたらなんか何だったかな、5万円ぐらいかかるんだけど、なんか中のその汚い何かをまあなんか洗浄しますみたいな言われて、でそれで治ると思いますって言われたから、まあいいかと思って、まあ高いけどもしょうがないからね、それで問題が治るんだったらいいやと思ってやってもらったんですよ。で全然治ってなくて、また同じ問題が起きて、なんだよと思ってディーラーも持って帰ったんですよ。そしたらなんかまあ、同じ問題でまた持って帰ってきたんで、いいですよ、ただで見ますよみたいなこと言われてさ、またなんかこのやり取りしてるやつもすげえ若造みたいなやつでめっちゃ腹立ってくるんですよ。なんかで俺ももう40今年40歳なんですけど、まあ顔がその日本人だから若く見られがちなのかな。じゃそのホンダのなんかやり取りしてたやつもなんか20歳後半ぐらいのなんかもうズボン下げてるようなもうなんかろくでもないような外見のやつなんだけど、ヘイバディみたいな感じで言われて、俺バディってなんか舐めてる時に使ったりする言葉ですよね。相手のこと、例えばなんだ、目上の人には絶対ヘイバディみたいな感じは言わないですよ。あ、ミスターなんとかみたいな感じで話すんですけど、ホンダのディーラーのやつがそれ言ってきて、俺に腹立つやつだなと思って、でやたら肩叩いていくんですよ。 It's okay buddy みたいな、タンタンみたいなね。なんか大丈夫かこいつと思ったんだけど、でまあその2回目の時にまた持って帰って、で見てもらったんだけど、問題が全然そのエラーコードが出ないって言うんですよ、車から。なんか車の最近の車って、最近っつっても最近なのかな、車の中にコンピューターが回って、それがその車が起こしたエラーメッセージを全部なんかセーブしてますと。で特殊なそのホンダ専用のなんか機械みたいのをまあ車につなげると、そのエラーメッセージが分かってね、でここ車のこの箇所が壊れてますとか、まあ、こういうエラーが出てるんでここを直すべきですとか、まあ、分かるっていうわけよ。
で、その読み込むのは全然ただでできるみたいなこと言うからさ、じゃあ見てくださいっつって。まあ結局最初に持ってった問題が解決してないから、まあディーラーがねダメだったってことじゃんね、直したものが。でまあなんか1週間ぐらい車を持ってかなきゃいけなかったんかな、置いといたのかな。で連絡来て、問題が見つかりませんって言うんですよ。と思って、それでなんかどうしましょうかみたいなこと言うから、もうちょっと探してよって。実際にその車止まってるんで問題がないってのはありえないと思ったんでね、見てくださいっつったら OK みたいな感じで言われた。でまた連絡来て、いやどうしても問題が見つかりませんから車取り来てくださいって言うんですよ。と思ったんですけど、まあ車取り行ったら、案の定さ、まあ俺ちょっと他の用事があって嫁を生かしたんですよ。まあこれももともとちょっと失敗だったんですけど、まあ、嫁に車取り行かせたらお金チャージされたみたいな話になってはもうぶち、俺そういうの大嫌いなんですよね。ただだっつったじゃんと思って、まあ言い合いに行って、話し合いに行って、まあなんか一生懸命話したんですけど、ラッチ開かなくて。でだから問題は見つけられない、でも結局またお金取られた、見たからみたいな、メカニック使ったんで金払ってくださいみたいな。でもそれでめっちゃ腹立って、で問題直ってないし車大丈夫だって向こうの人言うんですけど、実際止まってるから危ないじゃないですか、そんな高速道路走ってて急に車止まったりするから。でなんかグダ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 文句言ってたら、じゃあ分かりましたと、あの車のねエンジンをその切っちゃうと消えるエラーメッセージが出てるかもしれませんって言うんですよね、向こうの人が。なんでそんな仕様なのかもよく分かんないけど、だから今度実際にその問題がね運転してる時に起きた時に、あのここに電話をくださいって言うんですよ。でよーいっつって、でそこに電話をしてくれたら、なんだ誰か送りますと。それでその実際の現場で見ますと、そのエラーメッセージを。そしたら何が起きてるか分かるっていうから、いやそれはありえない、本当できんのかなと思ったけど、まあまあまあなんとかこのね解決に向けて進んでるからいいやと思ってお願いしたんですよ。で案の定そっから3日後ぐらいに問題が起きたのかな。で電話しなきゃと思って電話したら、いやあのそのエラーを読み込む機械をね外に持ち出すことはできませんみたいなこと言われて、だからそのまま車をねうちらのそのディーラーのところに自分で持ってくるか、なんかレッカー車で持ってきてくださいみたいなこと言うんですよ。全然言ってること違うんですよ、結論から言うと。でムカつくわこいつらと思って、でもブチーで電話切って、でまあもう車家に持って帰ったんですよ結局ね。でもあのディーラーには二度と行きたくないと思って、でまあどうしようかなと思って考えてたんですけど、もうなんだろうな、まあ安全じゃないんでとにかく乗れないんですよね車にね。でも廃車にすることもちょっと考えてて、でも最後そのディーラーじゃない普通の一般のなんか会社がやってるタフィーカーなんとかとかっていうところのそのメカニックが働いてるところがすごい評価良かったから、オンラインで調べてそこに行ってみようと思って、一昨日かな車持ってったんですよそこに。したら見てみますみたいなこと言われて、で次の日電話かかってきて、あトランスミッションが壊れてますって言うんですよねでまあ良かったんですよ、理由が分かったから。でトランスミッションかと思って、でまあ次の質問はだいたいいくらかかるんですかって聞くじゃないですか直すのにしたらあ120万かかるっていうわけ。なんかもうトランスミッションって車の なんだろうな、なんか心臓部分じゃないけど一番肝な部分ですよね。まあそれでまあなんか今悩んでる状態ですね。120万出してなんだろう2014年の車を直す必要があるのか、それは本当価値があることなのかなっていうことでちょっと悩んでんすよね。ああ、まあそんなんでねちょっと悩んでますわ。
でも今そのコロナで車の値段がベラボーに上がってるらしくて困ってるんですよ。そのバンをまた買いたいんですけど、今すっげー高いみたいで、本当に怖くて値段見てないんですけど、もともとアメリカだとまあ300万とかそんなもんですよね、新車のバン。500万ぐらいなってんのかな。まあそんなんでね、アメリカで車壊れるとね、本当ふざけてますよこっちのやつら。なんか日本って結構そういうのちゃんとしてくれそうなイメージあるんですよ、問題直せなかったら。だけどなんかもう本当嫌ですよ。だから結局いろんなとこたらい回しされて、それでなんだろうな、もうお金だけ毎回毎回取られて、結局それ全部なんていうの、無駄になったお金多分10万ぐらいですよ、毎回持ってってなんかお金取られてみたいなので、結局そのオフィシャルのホンダのディーラーは何もできないで金だけ取って、でローカルのそのなんか車直すメカニックがいるとこ持ってったらすぐに原因が分かってみたいな感じでね、本当に最近頭きてんですよね。だもう Google ですげえレビュー書いてやろうかなと思ってんですけど、仕返しとしてね、そのセールスのやつの、セールスしてくれたやつの名前も知ってるから、もうしっかりその名前書いてやろうかなみたいな。まあね、ひどいですよ本当に、ムカつきますね。この前も言ったじゃないですか、なんかここでディーラーで車買っちゃダメだとか、お医者さんもやっぱいい医者とか悪い医者本当にいるから、歯医者とかもそうだけど、そういうところ行くとボラれるだけボラれるんで、結構もうちゃんとなんだろうな、なんかタイトルとかそういう 権威とかそういうのに騙されないで、自分の足でこう探したいいメカニックとかいい医者とか口コミでね聞いたりとか、そういうところに行かないと、自分で自分守っていかないとボラれるだけボラれますからね、アメリカは本当にひどいですね。だからもうそれが今年とか2021年の年末に起きたんで、連チャンしてもうめっちゃ腹立ってて、で俺ストレス溜まるとものすごい腹にくるんですよ。だからここなんだろうな、1週間ぐらいもうずーっとちょっと汚い話ですけどね、切り気味でもうマジでもうすぐ腹くるんですよねで奥さんにはなんか大丈夫だよみたいなことを、まあ優しい人なんでね、ありがたい話なんですけど、それでもね、もう本当に腹立つなマジでそんなんでね、もうまあ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 そんな感じですね。はい、じゃあちょっと楽しい話しましょうかね。フィギュアコレクションの話またしてもいいですか。なんかもう恒例になってるけど、まあ写真見せましたよね、こういうコレクションしてるっていうので。それでやっぱりね、いろんなステなんか物コレクターってこうレベルがあると思うんですよ。やっぱり一番最初にフィギュアコレクトし始めるときってなんか片っ端からこう見て、わこれいいなあれいいなって結構買いがちだと思うんですよね。例えばなんだろう、まあ自分が好きな漫画、鋼の錬金術師をじゃあ漫画好きだとして、なんかそれでエドワード・エルリック、主人公の金髪の男の子いますけど、まあ、あこのフィギュアいいなと思って買うじゃないですか。買ってで次はなんだろうな、なんかペルソナのゲームのキャラクターのフィギュアが売ってて、あこれいいなって買うじゃないですか。で最初はそれで満足なんですけど、だん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 そのそういう買い方はなんかね、邪道だって思うようになってきたんですよどういうことかっていうと、やっぱり集めたくなるんですよね、その種類を。だからエドワード・エルリック、鋼の錬金術師のエドワード・エルリックを買うんだったら、じゃあその兄弟のアルフォードも買いたくなってくる、集めたくなってくるんですよ。で自分は一番最初その適当になんていうのかな、フィギュアを買いまくってたんだけど、だん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 やっぱりねダメだなと思ってきたんですよ、この種類を集めないと。で今回、まあ、年末にかけてもう本当にね、自分が持ってた、高級なフィギュアをねメルカリで売りまくったんですよ。
でフィギュアのいいところって、まあ定価で買うとしても値段がすっげー上がるんですよ。特に今ね、日本から基本的にフィギュアって全部日本製なんでアメリカ製のフィギュアってもうダメなんで、やっぱ輸入してくるんですよね。で今ね、それですっごい値段がまた上がってて、フィギュアの定価で買ってもプラスアルファでお金が転売っていうほどじゃないですけど、まあプラスアルファで売れるんで、今回売ったんですよね、いろんなフィギュアを。で、もともと持ってたバニー系のフィギュアをもうほぼほぼ全部売って、で種類ごとにね今集め出してるんですよ。例えばレムとラムの、バニーフィギュアを今回セットで買ったんですよね。これも結構ねレアで、なんかレムとラムのバニーのフィギュアってバージョン1とバージョン2ってのがあるんですよ。まあどうでもいい話なんですけどね。でバージョン1はもう作られてなくて、今バージョン2なんですけど、なんかね膝座ってるポーズなんですよ。膝で立ってる、膝でかかんでるっていうか膝がついてるフィギュアかがあって、でバージョン2はなんか両足で立ってるバージョンなんですけど、この膝で立ってるフィギュアを手に入れましたね。これ結構レアなんですけど、で弾丸論破もバニーのフィギュアが2種類あるんですけど、千秋は持ってたんですけど、キリギリは持ってなかったんで、キリギリか買いましたね。で今X10 っていうもう一個のバニーのフィギュアがあるんですけど、それもちょっと今入手しようとしている途中ですね。とか、まあ部屋のね動画を出すって言ってたんだけど、そのバニーが今全部到着してないんですよ。年末なってて郵便局がやってないんで、それがねちょっと来るの待ってるんです。全部揃ってから動画撮りたいんで、なんかそんな感じですかね。なかなか届かない。1個ヨーロッパとかからも買ってて安かったんで、それもね届いてないんでね、ちょっと腹立ってるんですけどねまあいいんですけどまあそんな感じですかね。でも今回やっぱね面白いもんで、フィギュア売ってる人とかもいろいろ、やっぱね俺このやりとりがすげえ楽しいんですよね。フィギュアをすごい高い値段で売ってる人たちもいれば、あんまりなんか知識がなくてフィギュアを安く売る人たちもやっぱ世の中にいるじゃないですか。そういう人たちからプレミアムフィギュアっていうか、すごい値段がある、値段の価値が高いフィギュアを安く買うのが結構趣味でどんな趣味でよって話なんですけど、それがね面白いんですよね。だからなんかフィギュアを集めるっていうか、すごいいいものを安く買うそのチャンスを見つけるのが趣味になっちゃってるんですよね。だからまあアメリカ版のメルカリも結構使いますけど、なんかそのフィギュアの掲示板みたいなやつもあるんで、そういうの見たりとか、すっげえ楽しくやってるんですけどね。今年か2021年の一番のディールは何だったかな。まあでも多分2つありますね。1つはあのうさきちゃんって知ってるかな、まあ、あれのバニーのフィギュアがあるんですけど、今そうだな、相場で4万ぐらいで売買されてんのかな。まあ、それが、2万円ぐらいで買えたりとか、あとは、あの、マイリトルポニーのフィギュアがすっげー高いんですけど、ことぶき屋さんから出てるやつが、これがなんかね、4万円誰か売ってたんですよ、オンラインで。4万は高すぎるっつって、まあなんか交渉してて、で、2万6000円にしてくれって言ったんですよ。4万円まあ俺だ結構ねダメ元でね交渉するの好きなんですよね。まあ相手からしたら多分うざいかもしれないですけど、でも聞くのは別にありじゃないですか。なんか俺の中のモットーで、一回だけだったらなんか自分がその出せる最高の金額を相手にこう聞いてイエスかノーかって聞くのはありなんですよね。まあ俺も逆にやられてもそんなイライラしないんで、だから4万で売ってんの2万6000で売ってくんないかって、でダメ元で聞いたらいいよって言われて、それで
それ買いましたね。多分それが一番いいかもしれない。今5万ぐらいになっちゃったんだけど、そのフィギュアの売買の値段がね。マイリトルポニーのフラタシャイっていうなんか黄色い、馬の馬っていうかあれなんだ、まあユニコーンかな、まあそういうのがあるんですけど、それがすげえ高くて、それが2万6000で手に入ったのは多分2001年の一番のいいディールっていうかあれだったかな。はい、そんな感じですね。でもね、今ものすごいディールが起きそうなんですけど、まあフィギュアもいろいろ、まあフィギュアって呼ばれるのもいろいろあって、まあ可動式、例えばね、一番多分レベルが低いのって可動式のフィギュアだと思うんですよね。腕が動いたりだとか足が動いたりだとか、まあ、好きなポーズ取れるやつ、あれって結構、あれはねもうアクションフィギュアっていうジャンルになってて、やっぱ鑑賞用じゃないんですよね。自分が集めてるのは稼働しない方のフィギュアで、なんかもうポーズが決まってて、ただ普通にもうポンって置いてそれ眺めるだけのフィギュアを基本的にメインで集めてるんですけど、多分一番手に入れやすいのはアクションフィギュアで、その上が普通のそのポーズがもう固定されてるフィギュアで、まあその上を行くとスタチューって呼ばれてるジャンルのものなんですよね。で基本的にアクションフィギュアと、まあ普通の固定されてるポーズが固定されてるフィギュアは、まあ PVC って言って、まあプラスチックみたいなもので作られてるんですよ。だから素材は柔らかいんですよね。だから壊れにくいんですよ。まあ、あんまり無茶したら割れたり折れたりしますけど、基本的にはまあ壊れにくいんで結構扱いやすいものなんですよね。で自分はそれをメインに集めてたんですけど、その上を行くそのスタチュー、まあ大手ブランドで行くとプライムワンとか、まあ有名だと思いますけど、そういうところが作ってるスタチューっていうのがあって、これはまあポリストーンって呼ばれる素材を元に作ってるんですよ。まあなんか基本的には石膏なんですけど、石膏に何か混ぜて作ってるんですよね。でこれがすっげえ硬い、もうイメージでいくとなんだろうな、陶器みたいな感じの素材なんですよ。すっげえ重くて、でこいつらはすごい細工しやすいんですよね。やっぱプラスチックだとそのフィギュアのなんだろうな、目とか口とかって結構シールみたいな感じになってるんですよ。ペタって貼り付けて、だけどポリストーンになると彫り込めるんですよね、目とか口とかで。ものすごいそのリアルに近づけやすい素材になってるんで、まあそれで作られたスタチューはすごい美しいんですよ。で日本のそのプライムワンっていう会社は結構いろんな、フィギュアっていうかスタチューをポリストーンっていう素材で作ってて、ベルセルクとかガンツとかファイナルファンタジーのキャラクターとか、まあ出してるんですよ。でもやっぱ値段がすっげえ張るんですよね。すっげえ重いし、なかなかね、送料も高いしみたいな感じで、まあそんなんでいつかその買いたいなって思ってたんですけど、まあ一体10万とかするんですよ。高いのだと40万とか。今度ニアオートマタのそのスタチューがプライムワンから出ますけど、それ40万ぐらいするんですよね。すっげえでかいんですよ。高さ60センチとか幅70センチとか、なんかまあそんなようなやつとかで、それまあいつかその欲しいなって思ってたんですよ。多分フィギュアを集めてる人たちは正直お金とスペースがあればスタチューもいつか買いたいなって思ってる人多いと思うんですけど、そんなこんなでね、インターネットで時間ある時に見てたんですよ。なんか安く手に入んないかなみたいな。特にベルセルクのフィギュアっていいの全然ないんですよね、なんか知らないけど。だけどそのプライムワンから出てるベルセルクのスタチューはもうすっげえいいんですよ。で見てたらなんかローカルでその引っ越すからベルセルクのスタチューをまあ売ってますっていう人がいたんですよね。うちから2時間ぐらい車で離れてるんですけど、でうわーと思って、でその人に早速連絡したら7万円でいいよって言われたんですよ。7万だったかな。まあそれそもそも定価10万するんですけど、スタチュー7万円でいいよって言われて、でこれもうプレミア今ついてるんですよ。なんかね、
フライモアンのスタチューって数に限定されてて、もう500体作ったらもう終わりとか200体で終わりとかだから、10万で買ったとしてもプレミアがついて20万とかそんなもんで今引き売買されてるんですよ、そのフィギュアね、自分が買おうと思った。で7万はいいやと思ってたんだけど、そのよくよくスタチューのサイズを見たらもう明らかに入んないんですよ、自分が持ってるガラスケースにで重さもなんか60キロじゃないな、30キロとかだから、あもうダメだと思って連絡したんですよ、その人に。すいません、やっぱ買えないですっつって。で、あ大丈夫ですよって言われたんだけど、その3日後ぐらいにまた連絡あって、2022年の1月9日までに自分は引っ越しをしなきゃいけないと。でこのスタチュー持っていけないから、じゃあもういいと、6万で売ってあげるよ、もう特別だよみたいな感じで連絡言われたんですよね。で6万でも正直置くとこないから家にしかもそのスタチューもベルセルクの、ベルセルクってもう漫画がすごいグロいんです、グロいんですけど、そのスタチューもなんか主人公がもうぐちゃぐちゃになんか潰された肉のミンチみたいな、なんか人間の死体かななんかの上にこう立ってるフィギュアだから子供にもあんま見せられない、気持ち悪いから見せられないし、なんか部屋に置いてもちょっとね、置くとこないし、いらねえやと思ってたのね。でそれ断ったんですよね、その人に。6万でもちょっと高すぎるし置くとこないからっつって、で一応ダメ元で、一応ねダメ元で、じゃあ2万円だったら引き取ってもいいよって送ってみたんですよ。そっからまあ連絡ないんだけど、俺の予想だと多分その人2万でももういいよって言ってくるような気がするんですよね。だって引っ越しでそれ持ってかれなくて、正直ベルセルクのスタチューなんてね、多分オハイオで欲しい人俺いないと思うんですよ、あんなグロテスクなやつ。まあ多分長期間で売ろうと思ったらもしかしたら見つかるかもしれないけど、だけどなかなかいないですよね。だからちょっとね、1月のどうだろうな、今週中に多分なんかギリギリで連絡来て2万でもいいから取り来てくれって言われるような気がしてるんですけど、まあもし手に入ったら、まあ、動画にしますけどね。ベルセルクのスタチューめっちゃでかいんですよ。買ったはいいけど壊れやすすぎ、あのねポリストーンのフィギュアスタチューって割れやすいんですよ、陶器だから。でめちゃくちゃ細かいなんか弓の矢とかそういうのもこうあるんで、もうちょっとでも多分ね触ったら割れちゃうんで、正直どうしようかなと思ってるんですけど、まあもし2万円でもいいよって言われたらですけどね。まあそんなんでね、まあちょっと運試しというか、2万円で来たらまあいいなって感じですけど置くとこないからね、マジ来ても困るんだけど、まあ、そんなのがありましたね。はい、まあ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 、そんな話ですよ。あと何もないかな。あとは今ジャッジアイズかゲームで生放送でやってるんで、もしよかったら見に来てくださいそれぐらいかなあとツイッターでなんかパワポケ、ニンテンドースイッチでやり倒すみたいな話してましたけど、放送なしのとこでめっちゃやってましたね。パワポケめっちゃ面白かったですよ。前、そうですね。選手とか結構作ったんですけどね。まあ、機会があるときにまたなんか一回クリアするのにです。1の方だと、極悪高校の方だと、2時間ぐらいかな。モグラーズの方行くと多分、3時間半ぐらいかかるから、極悪高校の方やった方がいいかもしれないですけど。ただあれミニゲームすっげえうざいんですよね、あれね。なんか仲間集めんのに。イライラしてくるから、あんまりやりたくないんだけど。まあそのうちやるかもしれないです。まあ目白押しですよ。新しい棚とかも買ってね、部屋でね。自分がやりたい、やんなきゃいけないゲームだけバーって今出してるんですけど、外に結構あるんですよ。何本ぐらいあるかな。今やんなきゃいけないと思ってるの。デビルメイクライスペシャルエディション。これプレステ5の方ですね。ベルセルク無双でしょ。で、あと、サイバーパンク。13騎兵なんとかと、ファイナルファンタジー7のリメイクの、DLC のボスの方を倒さなきゃいけないんで、それと、ペルソナ5ロイヤル、ペルソナ5スクランブル。
ラストオブアスリマスターもやりたいんだよな。2もプラチナやりたいし、あと2王2でしょ、ワールドオブファイナルファンタジーもやりたいし、ファイナルファンタジー、10と102もやりたい。そう、これもやりたいんだよ。キングダムハーツ3も買ったけどやってないでしょ。なんだ、 あとテイルズオブアライズも買ったんで、それもやりたいですね。そこら辺ですね、今年は。まあ、あまりゲームの数を増やさないつつも、まあ気になるやつは買って、で今挙げたゲームたちも消化していくと、というのが2022年のゴールですかね。ということで、こんな感じで、ラジオご視聴ありがとうございました。皆さん今年も1年よろしくお願いします、本当にね。ということで、また何か進展があればラジオ出すということで、今年も明けましておめでとうございます。そしてまた今年も1年よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。 Peace out.